はい、こんにちは。今回はですね、立った姿勢とかね、座ってても体を垂直に立ててる状態で仙腸関節を脱力させるためのアプローチをご紹介しておきたいと思います。仙腸関節を脱力させることがなぜ重要かと言いますと、鼠径部とか股関節ね、そちらをこう脱力させる、コアの脱力と呼ばれてるねことをかなりこのチャンネルでも重視してるんですけれども、その時に同時に緩んでいるのがお尻の方ですね。三角形の仙骨のね、こう腸骨と仙骨をつないでいる関節の部分が、周りの筋肉が柔らかく緊張が取れて仙骨が自由に動くようになっているっていうね、コアの脱力ができると自然とその仙骨がよく動く状態になってますよというねことなんですけれども、こうどうしてもね、股関節を意図的に畳むとかそういう形になって緊張が全然取れてないっていう方もねおられるので、自然に呼吸をするだけでその部分が緩んでくるようなね状態に日頃から持っていくことができれば、そんなこう意図的にね動かすということをしなくても自然に緩めやすくなっていくので、まあ、今回はいろいろあるうちのねアプローチの一つをご紹介しておこうかなと思います。では早速ね内容に入っていこうと思うんですけれども、それがどういうアプローチかと言いますと、四つん這いで鼠径部を緩め切ったところからだん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 角度を、体がね前かがみなところから姿勢を立てていくところで順番に鼠径部を緩めていくっていうのをねやっていきます。そうすると結構四つん這いの状態で膝をついていると鼠径部ってちゃんと緩むんですよね。多くの人がももに力みが起きることによって、ももや腰に同時に力みが起きることによって鼠径部が固まってしまうっていうね、股関節、仙腸関節がキュッとこうね固まってロックがかかってる状態になってしまうっていうことがあるので、膝をついているとおのずと鼠径部はね緩めやすくなるんですよね。なのでその状態をまず再現してしまいます。じゃああえてステップに分けていくとすると、ステップ1でまず四つん這いになってください。でこの時に膝がね悪いとか、少しねその姿勢を取るのが無理があるっていう方は、今回は、ね、無理にやらなくてもいいですけれども、まあクッションを引いたりね座布団を引いたりしたら膝を地面につけても怖くないですよっていう方はやってみてください。はい、それではステップ2ですね。ステップ2で大腿骨、ももの骨が地面から垂直になっているかを確認してみてください。鏡とかがあれば横から見てもらって、あんまりこう四つん這いでもどちらかというと後ろにこう座っちゃってるような形になってる四つん這いと、前にこうね腕立て伏せじゃないですけど、こう膝ついた腕立て伏せするみたいな感じで結構こう前に行っちゃってる四つん這いといろいろあると思うんですけれども、今回はももの骨ですね、大腿骨の部分が地面から垂直になっているような形で、そうすると骨盤がしっかりと膝に乗るので、まあ、鼠径部の力を抜きやすくなります。なので、その点をねちょっと気をつけてみてください。はい、そしたら次ステップ3ですね。ステップ3で息を吐きながら鼠径部の力を抜いていきます。そうするとおのずとお腹がボテッとね地面に対して落ちていくような形になるので、自然と腰が反ってくると思います。でこの時に気をつけてほしいのが、これはそのポーズを取ることが目的ではなく力を抜くことが目的なので、筋力でお腹を下げて腰を反るという動きを意図的にはしないように気をつけてください。はい、重要なのでもう一度言いますけれども、鼠径部の力を抜いた時に自然にお腹がボテッと下に落ちてくる感覚を味わうだけで、それ以上に無理にお腹を押し下げたり腰を反ったりはしないようにしてください。で力が抜けた瞬間に分かると思うんですけれども、お尻がパカッと開くような感じですね。その瞬間が仙腸関節が緩んでいるので腰が反っていくような状態になって、お尻がパカッと開いていくような感覚、鼠径部が緩み切ってお腹がボテッと落ちてくるような感覚をまずは力を抜き切って味わってみてください。はい、でここまででステップ3ですね。はい、そしたらステップ4で手を置いている位置を10センチぐらい手前に寄せていきます。手前に
寄せてきて、でその分自分のお尻の位置も下げて OK です。手は寄せてるのに骨盤は下げないっていうと、だん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 ただ窮屈になっていくだけなので、手を下げた分だけお尻の位置も少し後ろにずらして、その時はもう大腿骨の角度は気にしなくていいので、少しずつ下げて、そしてまた息を吐いた時にお腹がボテッと落ちてくる、腰が緩んでくる、お尻がパカッと開いてくるようなね、その脱力した時の感覚を味わっていきます。そしてステップ5はそれを繰り返して、もう膝に今度手がつくところぐらいまでやっていきます。で膝に手がつくところまでやっても、まだ体は前にちょっと倒れている状態というか、お腹がボテッとね前に転がっていくような感じ。これを僕はまあちょっと個人的な表現として、恥骨がずり落ちるっていうね、そういうような表現をさせてもらってるんですけれども、その意図的に動かそうとしてないけれども、吐いた呼吸によって周りの筋肉の緊張が取れているので、重力に引っ張られて体の前側の皮膚がずり落ちていくようなね、恥骨の重みに引っ張られてずり落ちていくような感じ。それがだんだん体の前面の皮膚を全体を引っ張り下ろしていくような感じですね。その感覚をちゃんと繊細に味わっていきます。そしてステップ6ですね。ステップ6まで来たら体をこう垂直に立てていきます。でこの時に先ほど言い忘れたんですけれど、足の指はつけておいてください。ちょっと下に空間があった方が正座よりも仙骨がずり落ちる感覚っていうのがつかみやすくなるので、仙腸関節が緩んだ時のね、仙骨が動く感覚をつかむために下に空洞を作っておくという意味でも、ちょっと足の指をつけておいてください。でこれに関しては足首が硬かったり痛めてたりとかで、その姿勢を取るのが難しいという方は、足首のところにちょっと大きめのねタオルを巻いて敷いておくとか、まあ、クッションとか座布団だとね幅がありすぎるかもしれないので、ちょっとこうね丸めたタオルとかそういったもので足首に負担がないようにして、その姿勢をとってみてください。でその状態で体を垂直に立てていきます。でそうすると今までと同じように鼠径部緩めてスーッと吐いていくと、体がちょっとでも前に行ってるとスーッと下腹部が転がっていくような形で、下の方に意識が落ちていって腰は反っていくっていう形になるんですけれども、完全に垂直に立ててくると、その吐いた時に下腹部の緩みに合わせて肋骨も緩んでくる。でも体は垂直に立てて前に倒していないので、肋骨が緩んだ分後ろの脇腹もちょっと丸みが出てくるので、腰が反っている状態ではなくなってくるんですね、なのでその感覚をちょっと味わっていってください。体を垂直に立てて、先ほどともう同じように四つん這いになってた時と同じぐらい鼠径部をね吐く呼吸とともに緩め切っていくんだけれども、お腹下腹部だけじゃなくて脇腹の方もね毎回緩んでるんですけど、軸をもう立ててるので、まあ、肋骨の構造をちょっと考えてもらったら分かると思うんですけれども、前側が張ってる時は後ろちょっと反ってて、肩甲骨の後ろの意識がちょっと抜けてるんですよね。で前側がこうスカスカの状態っていうのは背中が丸まってて、後ろの骨は張ってるけど、ここが前側がスカスカの状態になってるので、そこがバランスよくなるのを意図的にではなくて吐く呼吸で感じていきます。そうすると後ろも前もしっかりと呼吸が通っていて、パイプがね整うような感覚になるの でその時はもう鼠径部が緩んでいる、下腹部もズーンとね緩んできて、恥骨が重力に引っ張られるような感覚があるのと同時に、先ほどねお伝えしていた仙腸関節の部分も緩んできているので、恥骨が前側がずり落ちるのと同時に仙骨側後ろもスーッとね重力に引っ張られてずり落ちていくので、前と後ろ両方がスーッと重力に引っ張られるような形になって、前後のバランスが取れてきます。例えば前側だけ緩めていくと、前側のこう皮膚は伸びていってね、こうお腹が湾曲してくるような感じになるけど、後ろは反っててこう抜けがいっぱいあるのような状態になるっていうのが、これ偏った状態ですね。で逆にソファーに座ってるような姿勢で
骨盤も寝ている、腰も丸まってる、背中も丸まってるっていう状態は体の前側がいっぱいたわんでますよね。それが両方の皮膚がバランスよくスーッと伸びてるような状態ですね。エネルギーが前も後ろもバランスよく通るような状態になるっていうのを、こうまず膝をついて、まあ、足の指をつけているその姿勢で感じるようにしてもらって、でそうすると四つん這いになってた時と同じように、鼠径部側も仙腸関節側も両方スーッと呼吸するために緩む感覚が少し体に残っているので、その感覚を味わったまま立ち上がって、少しだけ足の関節の力を抜いて呼吸をしてみる。でこの時に低い姿勢をとったり、日頃やっている単頭行の姿勢、立前のポーズをとってみようってやっちゃうと、その日頃の姿勢がもし関節に力みがあるような姿勢だった場合に、今回やったエクササイズの効果が一瞬で消えてしまうので、日頃練習している立ち方に入ろうとはせずに、棒立ちにちょっと関節が緩んでいるぐらいの姿勢で立ってみてください。これがステップ7ですね。立ち上がって呼吸をした時に、恥骨と仙腸関節、恥骨側と仙骨の動きをこうちゃんと感じられるかを観察してみる。そうですね、前で言ったら鼠径部、そしてお尻側で言ったら仙腸関節ですね。そちらの脱力によって、自分の上半身の部分がズンとこう呼吸して吐いた時に沈んできて地面の方に落ちてくる感覚を、足の関節を曲げたりするんではなくて、関節の力を抜いて立って呼吸してみるっていう感じで確認してみてください。そうすると、それまで動きがあまり感じられてなかったのに、立ってて体をまっすぐしてても呼吸だけで下腹部や仙骨周りが動くんだなっていうのが感じられるようになってきます。これはちょっとね、最後のステップ7に関しては繊細さが必要になるので、もしね変化がよくわからないっていう方はまたね、直接会いに来てちょっとチェックを一緒にしていったりしてもいいかなと思いますけれども、ぜひねその部分がよく動くと下腹部の充実感も味わいやすくなりますし、丹田が充実してくる以外にも、腰周りの方にも呼吸が入るようになると、腕にエネルギーが通りやすくなるんですね。腰が充実してくる、脇腹のエネルギーの抜けが解決されてくると、腕の方にエネルギーを通したり、もちろん経力ですね、物理的な力を送り込むのも下半身からしやすくなってきますので、まあ、いろんなメリットありますので、仙腸関節の脱力、そしてそこに呼吸が通る感覚っていうのも味わえるようにしてもらうといいかなと思います。なので、まあ、あえてステップ8があるとしたら、緩んだ仙腸関節周りに呼吸を通して、それが後頭部ですね、頭蓋骨の方まで背骨の左右を通ってスッと通ってくる感覚を味わうようにしてもらうと、だいぶこの仙腸関節周りの脱力、下腹部、丹田、命門ですね、自分の低いところでグーッと入ってきた呼吸が全身にバーッと波及するのが感覚的に分かりやすくなってくると思いますので、ぜひね試してもらえたらいいかなと思います。はい、ということでね、この後に教室でちょっとそのことに関して解説した映像ですね、まあ、すでにこちらでもちょっとだけ出したと思いますけれども、はい、そちらをね添付しておきたいと思います。この動画撮ってるのがですね9月の上旬なんですけれども、8月はねあんまりお出かけをしていないというか、東京ワークショップには行きましたし、それなりにねお盆も指導もしてましたし、出張指導もね毎月と変わらずやってはいるんですけれども、カメラ自体をあんまり回す機会がなかったので、はい、今回はですねちょっとおまけ動画は短めになるかなと思いますけれども、季節の変わり目になっていきますんでね、体調に気をつけてお過ごしください。では今回は以上です。ではまた。仙腸関節を緩める感覚をこう立ってる姿勢にも残すためのアプローチみたいな感じね。で、よく横のこの角度で見たら、これまあヨガでいうこう猫のポーズみたいな感じで腰丸めて反ってみたいなんてあると思うんですけど、これを筋力のコントロールでやらずに呼吸で鼠径部、仙腸関節の力抜いたらお腹がボテッと落ちてお尻が開く方向になると思うので、これまあちょっとシャツが伸びてたら分かりにくいからシャツ入れようか、こうしといて、んで
この丸まってる状態でもなくフラットな状態でもなく、鼠径部、仙腸関節にいたらお腹がボテッと重力に引っ張られてお尻がパカッと開く状態になると。でその時って何が起きてるか言ったら、仙腸関節が緩んでここが解放されて、でズンと背骨が動いて反ってくるみたいな感じなんですけど、それが今度は、その状態だと尻尾はこう、ここが開いてもお腹は落ちるけど、仙骨はこう体が横やから落ちてはいかないですね。なのでちょっとだけ角度をつけてあげます。そうすると吐いた時にボテッとお腹が落ちる角度に、ボテッとなる角度で吐いていくと仙腸関節が開いて仙骨が解放されると。でこれをだん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 体が立ってる姿勢ですね。なので、これちょっとここが動き分かるように、指をつけてかかとがかかる、こうなんていうのかな、こう寝てる状態よりもちょっと指をつけてあげて、かかとが高い位置になるようにして、でお尻を乗っけてあげて、で一度体を前に持っていって、肘とか伸ばして足押さえといてもいいです。肩甲骨が浮いてても今は OK です。で息を吸って吐いた時に鼠径部の力が抜けて、お腹がボテッと前に乗っかってきて、お尻が開いて仙腸関節が動き出して、まあ仙腸関節が緩んで仙骨が動き出すっていう感じですね。はい、でこれをだん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 体立てて、まあ、少なくとものけぞる必要はないけど垂直ぐらいの状態で、またここが緩んできたら仙骨がズンとずり落ちる感覚を味わっていく。で体が立ってずり落ちる感覚まで味わっていくと、今度反っていく角度ではなくて、肋骨も緩んで背面の脇腹とかも落ちていく角度になるんで、今度は仙骨が動いてても腰が反っているような形ではなくなってきます。それが、まあ、最終的に太極拳だったり気功でちゃんとエネルギーが通っている状態に近いんですけど、でこれちょっとさっき質問もあったんで、言っておくと、この角度に膝が持っていけない人がいきなりこうやってこうやったら、もう膝が痛くて危ない怖いっていう人もおられると思うんで、その場合はこの角度まではまあ問題なければやってもらって、で立てる段階で、例えば椅子とかに肘ついて、このちょっとだけ背骨が立ってる状態に近い角度を作ってあげるとかね。でそれで この角度が、ここは怖いけどこの角度やったらいけるとかやったら、体をこうちょっと椅子を近づけて、今度はまたこの角度でスーッと仙骨がずり落ちる角度を作ってあげるとか、そういうちょっと工夫をしてみてください。で立ち上がる時も、まあちょっとその不安がないように、そこからよいしょって言った時に腰にこう不安がないような形で立ち上がるとか、まあ、膝がね危なくない角度をキープするとか、まあ、そういうのはちょっと意識してもらったらいいかなと思います。でこれが1つ目、1回切ろうか。上野の国立博物館に来ております。
神語辞典をねちょっと拝観してこようかなというところでございます。では行ってきます。
今日は結構緑が濃いですね。でございます。お、足が細く見える。はい、外の人が入っちゃう。普通にこうやって食べるの？そうやろうな。ご飯何これ？そうやろ。何もわからないって頼んだからって言われて、立ち上げの時だから。滞在の最終日は雨でございます。霧が出てる。おお。玄米おいしい。何をかける？